別になんかお互いが笑い合ってみたいなことも絶対ないし、好きとか愛とかもうないからって言ってる。その離婚まで行く喧嘩する、離婚手前まで。ここに来てるこれ、いるよ、いますよ。お前殴るよ、ね、マジで殴りたら殴りゃいいよって感じで、もしも殴り返すよってぐらいだけだからなんかごめんね俺だけ仕事してなんか大変なんだぞみたいなのがこっちは腹立つ。こっちだって育児がじゃあ抱っこちょっとしても疲れたから変わってって言うくせに。でも本当に愛を感じんかったら一緒にいてるから、別に感じんぽん。家族として大切な人だとは思ってるっていうのは感じんから。だからそれ一番話家に傷つきたらさ、あなた、あ、それ結構前だよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おまじか、堀川。な、何がですか？そんなにもめと、まあ、やばいよ、カメラ回してくださいって言うよ、僕は。それは言ってないっす。そう、最近なんかねえの。久々にこの夫婦が出て、さらにあれだな、子供がいないって、何年ぶり ?1 年半ぶりぐらい。そんな、これはブリブリ。ブリ1回の。バレた。ちょっとしゃべらない？はい、はい、しゃべります。今日は、あの、名前何、何にしようよ。YouTube 上で。いい、名前出して。あ、全然大丈夫です。結構イケイケだね。絶対あの元々やりまんだったでしょ。絶対元やりまんだった。この世の中でみんなやりまんだったでしょ。絶対私だって言ったの。こういうこと言うもんで俺も言われるんだな。絶賛何？コメント欄追われ中？追われ中。俺はね。俺で嫌われてる。俺で、あの、言い方だよなとか、言い方、社長が切れるのは違うとかめっちゃ言われてる。言い方しんないって。ね、何お前らは何があった？何を言おうとしたの？何があった？あ、別に何もないよ。俺が問題あるって言ったよね。問題あるって言ったじゃん。問題っていうか、その、まあ、喧嘩が多い。何の喧嘩をするの？めっちゃ仲良さそうだけどな、旗から見て言ったらね。うん。まあ。波があるじゃん。仲いい、なんか、まあ。何が言いたいの？いや別になんかあんまないけど。ダンバーでよくわからない。お前が勝手に切れてくるからいつも喧嘩になる。言っちゃった。え？お父さん見てるぞ。あ、でもやっぱ素を出さないと。うちの夫婦見てるぞ。あ、ちゃんと。はい、俺もお人のことお前って言うから、まあ、別にあんまりそうはし、なんか、せめ、なんかそのお前にその苛立ちがある感じのお前なのか、はい、自然さ。自然にお前さみたいな感じで。あ、そう、自然な感じで。あ、別にそれは嫌じゃないわけでしょ。お前がだろうとか、お前って言ってくれ。ちょっと待って、何もそんなわけ。そんなやばいやつが。言ってくるでしょ。で、翔さんの真似すると今度は。何揉めたらなんか飲むとめちゃくちゃ鬱陶しいんだよ。家で飲むの？外で飲んで、外とかで。あ、まあ、一緒に飲みに行ったとか。うん、何が鬱陶しいの？絡み、喋り方。どういう絡み？冗談でやる感じなのか、そのなんか飲んでなんか偉そうになって、わーってお茶持ってこいとか、なんか酒作ってこいみたいな感じの鬱陶しさ。あ、それもふざけでやってくる。あ、レールとかふざけでやってくるんだけど、うん、こっちシラフだから、うん、なんかあんま調子乗らねえと思うじゃん。別にそれはいいですよね。なんかガチで言っとるわけでもないし、俺からしたら。こうやって言うの。だけどこっちはシラフだし、なんかもう、うん、なんか自分だけ飲んで子供も見ないし、うん、なんこいつって思って蓄積だよね、そういうのも。だから、うん、それだけにムカつくわけじゃなくて、なんかね、なんか一個マジこれがうぜえってその時に思ったら、うん、全部がうざくなるじゃん。あー、なるほどね。お前がそのなんか最近あるっすよって言ってた。なんだ最近その離婚まで行く喧嘩する、離婚手前まで。何人喧嘩したんだっけ？サムネ決まったな。じゃあ私たち離婚します。ダメだった。決まった。内容忘れちゃったんですよ。でも本当に大したことない。普段の喧嘩多分そうっす。でそれなりにお前消えてどこまで切れるの？これとか言うの？いるよ。います。そう、お前殴るよとか言ってくるの？マジで？で殴った。それは言っちゃかないですよ。だけどそれ別に、それで本当に殴るんだったら、また話は違うけど。それで殴ってみろとか言うの？殴ってみろって。うそ。で、こっちはムカついてるじゃん、その時。その殴りゃいいやんか。それ掘り下げてほしくない。いや、別にいいですよ。もう話しますもん。
殴りゃいいやんがすげえ腹立つんですよ。わかるよ。殴れるなら殴りゃいいやん。殴れんから殴りゃいいやんって言ってるわけじゃないよ。ん？殴れんと分かっとって殴りゃいいやんって言ってるわけじゃないんだよ、こっちも。うんうん。殴りたら殴りゃいいやんって感じで、こっちも殴り返すよってくらいだけだから。なんかごめんね。こっちはその殴れんの分かっとって、煽ってきてると思って、余計にムカついてるんだよ。あー、まあまあ、イライラしてる時だよな。なんでそこまでいったの？多分その元の発端は多分ちっちゃいことなの。お互いが多分その時に言い方がまず悪いんだよね、最初のスタート時点で。意味はそういきなり喧嘩になるの？いきなり喧嘩っていうよりもなんかこっちがなんかもうさ、また飲みに行ってとか、いや仕事だよそんなもんっていうのもあるじゃん。でそういうスタートなのか、別になんかご飯をなんかはって今日卵焼きお前塩じゃねえのなんでお前こんなの砂糖なんだってとか言ってそういうもたわいもないことでいきなり喧嘩始めるのか。あ、そうそう、多分そういうのだと思う。本当になんか例えばそこにそれがもう離婚まで行く。違う違う、その逆にそういうのがね。でも女からしたらそういう細かいことの積み重ねで、うん、普段のね、うん、そうある。それこそなんか服の脱ぎ方一枚にしても、うん、ああそういうこと起こるやつおるよね。じゃあ別に広げゃいいんやと思うじゃあおるよね、なんか靴下こんなとこかんでとか。じゃあ別にその広げよ、じゃあと思う。男はそれが別に苦痛なんだよってできないんだよって思うよね。じゃあそうじゃん、じゃあそう、うん、お前さそんなに時間かけんと化粧もっと早やれよって言われたら腹立たん？腹立ちますね。それと同じやね、靴下そこに置くっていう、うん、そうですよね。言わないですよ。やば、なんか言われてるみたいな被害者ずらしたけど言ったことねえし。そう、言わんのも靴下とこら辺にだってもう別に気にしないもん。でもなんか被害者ずらしてたけどね。あ、言われてるみたいな感じで言ってたけど言わねえよなって言わないんだ。言わないですね。あ、そういうこと言わんだ。もうこれしてよとかあれしてよとか、あの掃除はしてって言うんです。あ、まあまあそういうことだよな、はい、それは言うわ。でもできないって言うじゃないですか、うん、子供がおるからって言って、うん、あ、こっちが掃除ができないと。できないっす。子供がおるからもうそれ大変な、手伝ってよみたいな。はい、嫌だっていうの。嫌だ、これ仕事してんだよって言ってください。日曜日嫌だなって思うけど。じゃあでもだ、子供がおるからって言うんだったら、うん、別に1週間に1回でも親に預けてでも、うん、この言葉が入ったと人の手入れいいやみたいな。じゃあ、じゃあ、じゃあだからちょっと深くとか話して、俺 YouTube はさもっと表面的な楽しいものだ。あんま深いとか話してたらね、俺は人を炊きかけると思うんだけど、表面燃やすなこと言うて、中まで燃やす、燃やしたらちょっとな、危ない。それ電子レンジの役目だね。俺の役目じゃない。何を言うのお前。じゃあその親に名前付け見てもらって片付ければいいじゃん。いや別にそんな1日預けるとこでもないから、別に1時間2時間で預けたら。あ、まあわかるよ。まあ俺はちょっと男派だから。え、気持ちもわかるけど、帰ってきても何も手伝わんの？子供のこととか。全く手伝わないわけじゃない。ああ、いろいろやってくれる、子供のこととかも、うん、それに甘えてくんなっていうのはわかるけどね。俺は男派だからね。まあお前を責めてるわけじゃない。リオちゃん、君を責めてるわけじゃないからね。表面だけ燃やしとるんじゃない。薄く冷たーくね。俺だけ仕事してなんか大変なんだぞみたいなのがこっちは腹立つの。俺だけ大変なんだぞっていうことを出した。俺だけ大変というそういうのじゃなくて、俺は仕事してきて大変だ、なんか疲れてんだぞみたいなの言ってくるけど、うん、でこっちもじゃ子供見てずっとお前はすぐ未練、大変疲れたっていうくせにそれを一日やってんだぞと思ったら、うん、別にお互い様でしょって、お互い二人とも疲れてんだから協力でしょって思う、うん、いやまあまあそれはあるけど、だけどそのまあ俺の口が言ったらあんけど、まあ大したことないでしょって思ってるから。じゃあ1日やってた感じだ。だけど俺もそれは言っとる。じゃあ 1日2日でも預けてる。分かる、同じ気持ち分かる。めっちゃ分かりません。仕事も大変なの分かる、うん、それは分かっとる、うん、だからこっちもなんかまあ協力しできるとかしようと思うけど、うん、そっちは協力全くするのは違くねってなっちゃうじゃん。こっちだって育児が、うん、抱っこちょっとしても疲れたから代わってって言うくせに、うん、それ1日やったらこっちも疲れるの分かるだろって、うん、じゃあちょっと協力してくれてもいいでしょって、うんうん思うじゃん。深いなこれ。ちょっと深いね。これ世の女性はみんなわかると思う。出産してる。なんか全部やってって言ってるわけじゃないじゃないですか。うんうん、全部やろうとさせるじゃん。あ？お前。そうです。切り込み方が下手。なんかパーンって感じなんか。今その刃じゃ相手が切れんぞ。もっと強い刃で切りつけんと。そうですね。じゃあ掃除も言うんですけど、別になんか1日2日でも休めないじゃんって言ってるんですよ。
その眠たい疲れたって言うんだったら別に子供預けてちょっと別に、うん、でもそれをじゃあ結局それをしないの自分はしないわけでしょ指さすな自分はしないわけでしょそんなの勝てんぞお前コメント欄お前があれるだけで全然指さすな全然ちっちゃいや今ちっちゃいってなってるお前つまようじぐらいでつながっとるみたいなもんだぞそうっすじゃないけどだから一つは俺女性が悪いとかお前が悪いとか言ってるよね確かに女にとってさなんかまあ性格なんだろうな男ってあんまり疲れたとかエレーとか言わんけどすっげえ嫌なものとかあってもあんま言わん言わんじゃんでも女にとってなんか断ることになんかあもうだとかあやだとか大変そんな言わんだろなんかおいおい大げさか分かってほしいみたいな分かってほしいやないだって分からんもんだって分かっててでも、まあ、そういうでも言っとるやんでもそういう女性って多くないいやでもそんなことないと思いますけどねただ分かってほしいわけじゃないですよ協力ちょっとしてほしいだけだからさ、ほんとさ、女のさ、ツンデレ感ってさなんかこれ食べるとか言ってた時にさ今日はもういいって言うとちょっとえなんか、分かる女ってそうじゃないミオたちが食べるなんかこれ食べるとかってあ、いいって言って言うとさうん、みたいな感じだ女の人ってなんかなんか振られたみたいなそうそう、なんかこれこのお茶とろっかいや、いいよとか言うとなんか女の人ってなんかでも男ってさ別になんかそうあなんか取るよお茶って言って別に面倒くせえけど取ろうかなと思ってるからあいいよって言ったらオッケーって全然なんか嫌な気持ちにならんのでも女の人ってなんかしてあげることが好きだからそれが蓄積してかなしてあげてんだぞみたいなしてあげること好きじゃないからなんかお茶取ろっかとか言ってさあいいよお茶いいな自分で落としてるんですよねでも女の人ってそういうところないそうだただそのなんか女の人ってその先を見てるから、うん、後でなんか座った瞬間に、うん、あちょっとあれ取ってみたいなの言われるんだったら今そこにいるからついでにああなるほどね今ここにいるから一緒にいらないって言われると、うん、あまた後でどうせ言われるんだろうなみたいな、うん、そういう感覚だと思います、ね、いやそんな感覚ないでしょそんなじゃこれもう2対2で真っ向勝負だろそうっすねお前あんまり役に立ってないけどな爪楊枝1本ぐらいだったこれ真っ向勝負だよ。いや、女そんな深いか。無駄な気遣いなんですよ、あと女の。そう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 なんか。わ、分かるだろ。はい。そんなにいらないっていうか。無駄。無駄だと思う。この言い方なんです、この言い方一個。うん。まあ、それちょっと言い方が悪い。あ、そうそう。そうそうどうしたっけ3対1や。言い方が悪いですよ。いや、言い方が悪いよ。俺、男だから分かるんだけど、翻訳装置が俺には入ってるから、掘り方長いから。それはね、いや、翻訳装置があるから、まあ、分かるじゃん、こいつの気持ちが。で、視聴者に良くないなとは思うんだわ。まあ、女性を全員的に回したりとかね。そうそうそう。だから俺はそこをちょっと離脱したりとか、さっき言うのよ。危ねえと思って。無駄な気遣いっていうのは良くないですよね。良くない、良くない。そうやって言うんだったら、じゃあもう全部カバンでって、これ取って、あれ取って、一生言わんでって感じ。それはダメつだもん、それ。あ、違う違う、無駄っていう言葉が良くないと思うよ。いや、無駄ではないんだけど、女の人、あ、じゃあその無駄、無駄っていうのは、で私いつも優しくしてるじゃんとか言うじゃないですかそういうやつってそうで別に俺からしたら別に頼んでもないし勝手な優しさじゃんみたいな待っていつも優しくしてるじゃん言わないしでもそういうことなんですよいや女って本当に言ったことを平気で言ってないって言うからそうですあなたもですよであと勝手にストレス溜めるじゃないですかあなたもですよそうですやってあげたらそうですそうなんですよ別に俺は例えば車あれ何例えば取っとこうかとか別にまあいいやつタバコ吸いたいし、まあ外出るで、はい、別になんか貸し1じゃないんだけど、はい、女の時貸し1く積んでくるよねそうなんですよいや私俺もこれもやってるよねとかなんか言い出すよねはこっちだからお前何を言ったの目がちょっとお前ちょっとカメラの俺向けて目つけて殺戮モードの目になってるそういうこと言うの言わないやってあげたっていうかそういう風な言い方してくれるじゃん俺だってやってるじゃんこれやってるじゃんじゃあそれは喧嘩になった時でしょだからそれ今家に傷つきたらじゃんあそれ結構前だよね子供とか生まれる前生まれる前子供とかの話の前だよねなんで喧嘩したえ普通に喧嘩してて、うん、言い合いでうん2人で声が大きいからこっち、うん、やっぱり手出したとかじゃないんだよ違うなんで喧嘩してきた近所で通報したあ壁とかぶん殴りまくってて穴開くからねクロスなんかいや、わかんなかったです。もう軽く、ここでやっとったら自分、こう痛いじゃないですか。だから、ここで殴ってたんですよ。とりあえず痛みが欲しい。痛みが欲しかったんで。物投げたりすんの、うん、そういう音で呼ばれた。あ、そういうことで、なんか、手出してないですか、うん、うちら離されて。うん。一人ずつ警察がついて、事情聴取みたいな。手出されて、いや、私は。
手出されたって言ったら捕まるじゃん。動画になるじゃん。動画のために嘘ついてる。ちょっと子供すぎるって言うことがある。一緒一緒、精神的な。え？じゃあ俺は子供、俺は子供っす、多分。でも、まあ、違うな。言ってたやつ。じゃあ、言ってたから言ったら俺負けるから。いや、負けるじゃん。言葉間違えるとこだったって。叩かれるとこだった。何だかんだ言ってのろけ聞いてるみたいな感じで、こっちからして。喧嘩ってのろけじゃなくない？あ、喧嘩ってのろけじゃなくない？お前らがのろけ聞いてこれ。なんで？普通に。うちらの喧嘩見したい。でも仲いいときいいじゃん。仲いいときって普通に喋っとるときだけなんですよ。え？別になんかお互いを笑い合ってみたいなことも絶対ないし。すごい、お前ママひどいよ。でもそうだよ。でもだって、いつも好きとか愛とかもうないからって言ってるもん。言うのさ、言葉で、はい、お前のこと好きじゃないし愛もないわって、うん、いやそんな強くは言わないですよ。なんか別になんか別に好きでもないよって別に好きでもないよって優しく好きとかはないって言ってるっすよ。だからそういうのってで本当に夫婦愛やでな。夫婦愛、まあもうだわ。え、夫婦愛はあれだ、子供がおるから。自分が言ったんだよ。いいよ、その設定があるから、そこだけ言うとかなんかちょっとひどいところに聞こえるけど、でも言いたいことは分かるけどな。そこしか言われてないからさ、こっちはドキドキ感みたいなのはないけどみたいなことでしょ。まあ、そういうことですね。そういうことです。そうそう、言葉が間違い下手くそなんだよね、多分。好きとか覚えていいから、ね、一緒にいるってことはそういうことじゃん。でも、まあ、なんでこれ俺がほろ焼きほろ焼きじゃないよ、動画の焼きでしょ。いや、本当に言葉足らんから。言葉が足らんから、こっちは言葉が足らんだけだよな。だから伝わり方がそれで変わるじゃん。いや、まあ、ある程度理解するわけだろ、そこら辺は。しないとき、そういうだって言いたいことが伝わってるやつでもできないじゃん。でも本当に愛を感じんかったら一緒にいたくなる。別に感じんぼこれ言っていいの、お前動画でそれ。だって本人が言うんでしょ。じゃあ、その本人がそういう言い方してきたから余計に感じんだけど、多分愛とかその好きとかは感じんけど、家族として大切な人だとは思ってるっていうのは感じるんじゃない？感じ別に。その分からん、そ言われてるから感じだけで。ああ、まあそうじゃない。だってそれは当たり前のことが、お前も当たり前じゃなくなってきたんじゃない？ご飯食べに行く時も一緒に行こうとか、みんなで飲むでお前も来いよとか、もう本当はすごいいいことじゃん。俺、すごいいいことだと思うな、足場ってみんな家族連れてみんなで飲むじゃん。俺すごいなーって、偉いなーって、本当に俺見てて思うんだけど、でもそれが当たり前になってるから、なんかもうそれを幸せと感じないんじゃない。俺からしたらすごい幸せだから、仲間うちでみんな家族集まって本音で喋れる奴らがみんな集まって家族って、でもないじゃん。でもそれって幸せなことでしょうかね、うん、そこに愛を俺だと感じない。一緒に俺が女だったらもう、うん、もうなんかキュッすごいなみたいな、私がいてほしいんだなみたいな、そういう感じ、そういう感じじゃないじゃん。だって別にバーベキュー行っても別行動だし、喋るわけでもないじゃん。あ、でも追ってほしいんでしょ。追ってほしいとかないと思うよ。多分連れてかってうるさいから連れてくれたみたいな感じで、こいつ。そんなわけでしょ。なんで急に。その顔を見てこの、そうそうみたいな顔してるよ。何を最近その喧嘩もう分からんなじゃん。もう俺もだから本当イライラつきすぎて覚えてないっす。本当に離婚まで行ったんだ。でお前それなんて言ったの。もういいよ、別れたのかなって言った。子供のためにそんなことしなさい。冷静に言ったら怒らずに。いや、そこ怒ってない。ちょっと、あ、やべえな、こいつ本気だなと思ったんだ。でも離婚するのはいいよ、うん、したいなら、うん、でもじゃあ子供を捨てるのかって話じゃん、うんうん、それができるならいいよって、うん、そのこと考えとれそうな、捨てること別だから一緒だよ。だってみよ離婚したら合わせる気ないから。別に金ももらわなくていいし合わせる気ないから。だけど子供は2人だもん。そうだけどそれだから一緒におったのに、それを捨てるんだったらお前のことではなくなるよなって感じだから、みよからしたら。いやいや、それは別でしょ。離婚っていうのは夫婦そうだけど、夫婦だけだったり、子供がいいけど、それだから、美容からしたらね。あ、ごめんね。で、二人で一緒にいたら、ね、でもそうじゃないですか。二人で一緒にいたら、一緒にいれるのに、あ、で、その自分が相手に都合のいい時だけ会って、たまにやってするって可愛がるのが、うん、いいんだったら、別にどこの子供でもいいから、違うところでやってって感じだもん。いや、ほんと引き取りたいぐらいだと思うよ。だけど、やっぱ引き取るっていうのは子供にとっても良くないし、奥さんにとっても良くないから、そうですね、男はそれを言葉に出さんだけで、はい、ね、そうですね。何言っちゃったの。何言っちゃったの。あ、そう、うーん、あ、
だらん、わからん、あ、わからん、わからん、わからん、表面しか聞いてないから。だけど、まあ、男ってこういうもんだよね。でそれぐらいのがうまくいくっていうのもあるかな。逆になんか気遣いすぎて、まあさ、固まっちゃって何も言えんと、逆にうまくいってない夫婦って結構多いじゃん。どんどんなんか女の人の言うことばっか聞いて、自分からそうそう聞いて、でも心の中では違うことを考えてたら、表面とどんどん中が変わってきたらさ、バーンってなるじゃん。まあ、気づいた時に分かる、ね、そうそうそう、だから逆に、うん、ああこういうのがうまくいくのかなとか、まあ、じゃあ正式感覚でよかった。まあなんだかんだ、じゃあ仲いいってことで終わりましょうか。はい、離婚の危機はありましたが、まあ離婚するほど仲いいって言いますもんね。言わない、喧嘩するほど、今日初めて喋ったんじゃない、意味わからんこと。あ、そうそう、あの5月、6月19日だったかな、あの東京で、あのこの間 SNS 勉強会でやって、まあ、それ動画は多分上がってると思うけど、まだ上がってないかな、あの今度また6月の19日に SNS 勉強会、あの東京でやりますので、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。じゃないよ、行った、あ、私、俺当たり前でしょ、参加してんだよ。顔切ってないんだけど、こいつのカメラ持って俺喋ってんじゃん。急に怖い。なんか日本人っぽくて怒りそうな。急に怖いし。